野島ステラ神奈川相模原は、日本の神奈川県相模原市をホームタウンとする、w ーリーグに所属する女子サッカーチームである。相模原市に本店を置く家電量販店の野島が2012年に、野島ステラ神奈川として設立したチームである。チーム設立時には野島が全額を拠出し、選手はプロ契約選手を除き野島の社員として、社業と、 並行して、サッカー選手としての活動を行うなど、女子サッカー界では、数少ない実業団チームではあるが、クラブチームと同様に、テレビ、神奈川や、エポスカードなど、他社のスポンサードも受けている。監督兼 GM には元テプコマリーゼ監督の菅野、将校を招聘し、コーチには同じくマリーゼ出身の三壁祐介と、AC 長野パルセーロレディース前監督のくぬぎ、 洋介が就任した。なお、チーム愛称である、ステラという名は、家電量販店の島のスローガン、デジタル一番性にちなみ監督の菅野が名付けた。野島ステラは、純然たる新規チームとして設立されたため、通常であれば、日本女子、サッカーリーグ加入には、都道府県リーグの最下部から昇格を繰り返す、必要があったが、2012年のレギュレーションでは、 オープントーナメントである、皇后杯全日本女子サッカー選手権大会本、大会出場権獲得の場合は、都道府県リーグ所属でも、地域リーグを経ずに直接チャレンジリーグへの参入戦へ、出場できることから、設立3年目での投げしコリーグ入りを目指すとした。2014年2月、チームの運営法人を、の島本体から子会社の、株式会社の島ステラスポーツクラブに移管した。 また、相模原市及び地域との連携強化のためチーム名を、野島ステラ神奈川相模原と改め、ホームタウンとした。この連携強化に伴い、2014年3月7日に、相模原市より、相模原市、ホームタウンチームに認定された。これは野島相模原ライズ、三菱重工相模原ダイナボアーズ SC 相模原に、続き4チーム目である。 2020年10月15日、2021年から発足する w ーリーグへの参入が承認された。新設初年度である2012年以外不飼育の位置からの移籍2名、ジェフユナイテッド市原、チバレディースからの移籍1名を含む16人の選手で発足した。神奈川県女子、サッカーリーグ3部に参戦、対戦した全試合で5得点以上勝つ。 無失点での勝利と他チームを圧倒して優勝する。一方、昇格へ向けては、第34回皇后杯に参加、10月8日に関東大会準決勝で勝利して、皇后杯本大会への出場権とチャレンジリーグ入れ替え戦予選大会への出場権を獲得した。チャレンジリーグ入れ替え戦予選大会では、組み合わせ抽選で唯一に連勝が必要となるものの、 名古屋 FC レディースとノルディア北海道を破り、チャレンジリーグ昇格を決めた。なお、後後半本大会では3回戦まで進んだが、なでしこリーグの岡山ユノゴをベルに敗れた。1FC ススキアレディース戦の日程が合わず、没収試合となった。さらに勝ち点を1剥奪されている。2017年度のホームゲームは全、試合有料試合として、 相模原祇園スタジアムで11試合、日発三沢競技場と湘南 BMW スタジアム平塚で、ナイトゲームが1試合ずつ開催された。過去には、厚木市、大井の運動公園競技場、大和市営大和スポーツセンター競技場、相川町山蔵公園陸上競技場、町田市立陸上競技場でも開催された。試合開催時は、メインスタンド左側をホームとしているため、 相模原ギオンスタジアムでは SC 相模原と町田市立陸上競技場では FC 町田ゼルビアとホームの位置が反対となっている。チャレンジリーグ時代には2013年に完成した野島フットボールパークをメインスタジアム兼練習場としていた。当初は相模原市南区新都の昭和コンクリート工業、相模工場の跡地をの島が整備したもので、 仮設スタンド付き人工芝グランド一面、人工芝フットサルコート一面を有する施設であり、アメリカンフットボール X リーグの野島、相模原ライズと共用している。現在も練習は NFP で行っている。ありがとうございます。